きましたよ。まずは落ち着いて深呼吸です。よし、さあ行きましょう。はい、年に一度のフラワーフェスですから、今が見頃の季節のお花や珍しい植物まで見れるんですよ。展示されるお花の予習はバッチリですし、効率的に回れるルートも考えてきました。それから、あ、別にはしゃいではいませんよ。子供じゃあるまいし、あくまで純粋な学術的興味というものです。言っておきますが、耳やみそぎとじゃ落ち着いて見れなそうなので、あなたに声をかけただけなんですからね。あまり勘違いなどせずに付き添いをお願いします。やれやれ、そんなことだろうと思いました。でも安心してください、私がバッチリ予習してきましたよ。ちゃんと教えてあげますので、退屈なんかさせませんから。例えばそうですね、あそこにあるのは桜の木ですね。実は日本の桜の木はほとんどがソメイヨシノという品種なんです。そしてそのソメイヨシノはもともと1本の原木から接ぎ木や挿し木で増やしたクローンなんですよ。ご存知でしたか？まあ、あなたは花より団子って感じですけど。それじゃあもう一つ桜、そしてお菓子にまつわる豆知識を教えましょうか。桜餅って桜の葉っぱが巻かれていますよね。実は桜の葉っぱには毒が含まれてるんですよ。え、昨日3つも食べたんですか？それはもう手遅れです。なんて、そんなに慌てなくても大丈夫ですよ。毒といっても少量なら問題ありません。むしろ抗菌作用があるくらいなんですから。うん、聞きたい聞きたい、教えてお姉ちゃん。もう仕方ないですね。この子たち誰ですか？もしかして迷子？あ、こんなところに。どうもすみません。もう勝手に動いちゃダメじゃない。お姉さん困ってるでしょ。私は別に。あの、もしかして幼稚園の遠足ですか？そうなんです。本当はちゃんと花を見てほしいんですけど、やっぱりじっとしてられなくて。本当にすみませんでした。さあ行きましょうね。これ以上お姉さんたちの邪魔しちゃダメだよ。もっとお姉ちゃんのお話聞きたい。教えて教えて。もうわがまま言わないの。それでは私たちはこれで。待ってください。私でよければお話させてください。でも、せっかく植物に興味を持ってくれたんですから、ぜひ聞いてもらいたいです。やった、ありがとうお姉ちゃん。すみません。それではよろしくお願いします。それじゃあお姉さんの植物講座、始まり始まり。みんないい子で聞いてくださいね。いいお返事です。それでは、この自然庭園にはたくさんの種類のお花が咲いてますが、世界にはとっても珍しいお花がいっぱいあるんです。特に珍しいのは食大黄こんにゃくというお花で、なんと数年に一度しか咲かないんです。本当に？はい、しかもそのお花すごく大きいんです。そこのお兄さんと同じくらい大きくて、しかもとっても臭いんですよ。お花なのに臭いなんて面白い。わかってますよ、そんなことは。子供たちの前なんですから、もう少しちゃんとしてください。それじゃあ次はおなじみのお花、バラについて話しましょうか。みんなは青いバラって見たことあるかな？青いバラ？
そんなの見たことないよ。本当にあるの？私あるよ。すごく綺麗だった。そう、青いバラはあります。でも実は結構最近まで自然界に存在してなかったんです。そのため青いバラは不可能の象徴だったんです。不可能？できないとか無理ってことですよ。でも人々の努力の末、ついに青いバラは完成しました。その花言葉は奇跡、夢は叶う。不可能を可能にしたこのお花にぴったりですよね。だからみんなもこの先大変なこと、苦しいことがあっても簡単に諦めちゃダメですよ。頑張れば青いバラみたいに叶うはずですから。はーい。本当にありがとうございました。あの子たちがあんなにじっと聞いてくれるなんて。かくいう私もしっかりと聞き入ってしまいました。とても素晴らしかったですよ。お姉ちゃんのお話とっても楽しかったよ。私お花が好きになっちゃった。もくもまた聞かせてね。バイバイ。はあ、なんとかやりきりましたね。私うまくお話できてたでしょうか。勢いで引き受けてしまいましたが、私もお勉強したてでちゃんとできていたかどうか心配で。だとしたらちょっとは自信持っていいかもですね。私ちゃんとお姉さんできましたよ。それでは今度も私たちが楽しむ番です。早く行きましょう。お花たちが待ってますよ。ご来場ありがとうございました。こちらお土産のお花です。あー、とても綺麗です。ありがとうございます。それとこれはお二人にだけこっそりサービスです。これってお花の種でも、サービスって？お嬢さん、さっき子供たちの前で植物の解説してたでしょ。あれ、周りで結構聞いてた人いたんですよ。皆さんすごく感心して解説された花を見に行ってました。これはイベントを盛り上げてくれたことへのささやかなお礼です。お二人でぜひ育ててみてね。私のお話が、そうですか。なんだか嬉しいですね。ありがとうございます。大切に育てま。パッケージの写真、ベゴニアだ。花言葉は片思い、愛の告白、二人で育ててって、こんなのただの偶然です。大体この人のことな